ではパート2開始したいと思います。トリセツ見てきました。具体的な情報はなしと。さあ、やりながらちょっと分かったことをお伝えしますね。まずね、技が分かりました。立ち合いで A ボタンを押すと突進するっていうことと、これが多分よりで、釣りがこれ。これが釣りね。で、あとは離れたら突っ張りは B。で、光ってるときは、今みたいな感じで必殺技が出やすいらしいです。あくまでも必殺技が出やすいっていうことらしいです。はい。で、もろ出しっていう決まり手があるみたいなんですけど、ちょっと難しそうなんで、押しを3回やった後、釣りをするとか書いてるんですけど、押しがよくわかんないです。これが多分押しだと思うんですけど。で、釣る？釣る？あとは、取れないですよね、別に。なんか、回しが取れるっていう技ですよね。で、突っ張りはやっぱ B でした。突っ張りは B。で、B と下で、叩くみたいな、叩きみたいなのができるんですけど、それを相手の突進に合わせてやる。まあ、特にだから裏技というか、絶対勝てるような、そんなものは当然なくですね。あとね、これ落ちてくるときに当たるとやばいらしいです。逆に投げられてるときは狙うといいみたいですね。自分の位置を調整して、一回ちょっとこの叩きをやってみたいんですけど、勝ち進むとね、あんまりこう試せないんで、どんどんいくか。とりあえず今までのやり方で離して、 A ボタンだと突進するような突っ込みになる。この野郎、危ない危ないよ、危ないよこれ。よっしゃ、決まった。危ない危ない危ない。ちょっとね、操作方法を見たことによって逆にダメになってますね。もっと連打頑張らんと。ごっつんです。来た。因縁のライバル。因縁のライバル来ましたね。この野郎。立ち合い突っ込む。よっしゃ。行くで。勝つで。勝つで。よっしゃー。ふぅ。もう負けない。優勝できんちゃうかな。今回優勝できるかも。大福。さあ、強いけど、強いけど。決まったか。いやー、強いな。いや、強いな。いやー、強いな。離れろ。強いな。強いな。勝てそうで勝てん。
こんな感じで寄って寄り切れ寄り切れ寄って寄って寄れ寄れ寄って寄って寄ってノール。決まってくれ。よっしゃ。はあ、しんどいわ。寄り切り、寄り切りと押し出しはちょっと違いますね。よし、勝つぞ。この辺は勝っときたいぞ。ダッシュ寄り合い、この野郎。A ボタンのこの押しの方が使えるな。僕的には突っ張りよりもほら圧倒的に速いわ。 A ボタン連打がやっぱ一番強いな。この押し出し A で突き放して、多分 A ですぐ突っ込んで組みに行っとるんですけど、そのタックルがまあまあ効くんですよね。効いてるんだと思います。多分普通のタックルと違うんですよ。ダッシュタックルみたいなのが出てるはずなんで、ここで突き放してからドンっていっとるでしょ。これが多分結構効いてる。ほら赤ん坊やこれ。おら赤ちゃん目。しっかり稼いでね。100勝山なのに6勝3敗、はい、こいつには勝ちたいな。A ボタン連打戦法。おい、張り手入った。一発張り手入った。ちょっとエフェクトが違いますね。張り手の場合はやっぱ顔面いっとるけど、押しとるときはちょっと胸あたり押しとるかな。よしよし、順調やな。極楽山。うわ強い、うわー強い、怖い怖い怖い。押しで大体わかるから、これ押せてないでしょ。押せてないやつはもう強いからね、その時点で。くーん、どけ、パワーが足りん。全然投げれない。負けるか。危ない危ない。ああ、いや、勝負したけどな。多分勝負したけどな。そう、あ、来た七光や。こいつ絶対負けたくないわ。こいつには負けたくない。リアルでもこういうやつには絶対負けたくないから、それだけで頑張ってきたんやから。くそ、負けるか。お前にだけは負けん。よし、じゃあまあ七光。まずいな。強いやつ来た。まずいな。格上力士や。くそ、横綱相撲しやがって。うん。まずはじっくり体力を。削る作戦。全然やな。一回離れたらちょっと張り手一発入れた方がいいか。張り手が入らない。よーし、ちょっと入れ替えよう。諦めんな。徐々に体力削ってますね。よし、諦めんな。
諦めてたまるか。うっそー。あかん、これ三能線やった。これあかん、肥満児来た。くそー、肥満児に負けたくない。そういえば肥満児じゃなくて呪満児っていうクソ映画あったな。どうでもいいけど、くそ、肥満児、肥満児も呪満児ももう無理、両方無理。日曜洋画劇場でよく出てくるくせに、くそ。いや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 、しんどいわ。明らかに連打パワーが落ちてます、僕の。はぁ、押される。全然離れてくれへん。光ったタイミングでなんかやってみるか。お、釣ってみるか。釣れへんな。光った、光った。よっしゃ、肥満児撃破、うまくいった。あー、手が痛い。千秋楽、前頭1、ヤクザ海。うわー、もう本職の方ですか。これ勝ったら優勝やで。戦略はもうぶつかるのみ。つえ、お、いけるか、いけるか。あー、行きすぎや。あー、くそ、強い。通算11勝4敗。前頭5になりました。3段階昇進。うわー、疲れるな、このゲーム。長いな。しんどい。もうザコい、こいつはザコいな。ちょっと好き放題やらせてもらおうか。もう全然、もう全然余裕ですわ。黒光り、こんなに差がついてしまったか。3場所程度で。離れろ、おら。えい。突っ張りだけでも余裕やな。四十型。お前には苦労したわ。今となっては、今となっては余裕やな。赤ん坊やこれは。おら、カウンター入った。今場所もしかしたら優勝いけるかも。ここら辺で負けは許されへんから、ちょっとある程度ね、三浦大戦で負けは許されへんから集中していこう。この辺の雑魚はもう軽めにサクッと倒して、省エネ投法で。大相撲やん、大相撲。意外と強いな。よし。はい、さあ。うわ、もう、これは、格上ですね。あー、格上やわ。完全に押せへん。
表際に追いやって、土俵際に追いやってのアピール、決死のアピール。離されたら張り手から突っ込みでいくか。張り手からの突っ込み、うっ、張り手からのヒットしたよ。いける、いけるよ。逆、いけ、いけるよ。いった。この一勝はでかい。あー、もう腕めっちゃしんどいっす。うわー、カチカチ山や、カチカチ山来やがったか。くそ、もう連戦やな。厳しいバトルが連戦なんすけど。ああ、強いわ、これ。離されてまうやつ嫌やな。これ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 。これで結構体力が削れるんですけどね。頑張って。頑張って。こっちで回復しつつ。危ないぞ、あんまり土俵際は。いけるいけるいける。ちょっとずつ体力がなくなっとるな。こっちが技かけられたらがっつり減りますね、体力が。光ってるからなんか勝負かけてもいいんかな。めっちゃ怖いな。よっしゃー。力の差があるから体力をまず削って、光ってる時に技を入れる。やばいやつ来たで、これ小結びやん。勝ち進みすぎてどんどん強いやつ出てきた。まずいぞこれは。初めて三役出てきた。くっ、いや歯が立たんな。きつい、歯が立たんす。ちょっ、あかぶん、まあ、もう全然やわ。熱い。ちょっと服脱ごう。ちょっとこれ力士らしく上半身裸でいきますか。熱い。ちょっと待って、服を今脱いでおります。始まる始まる始まる。めっちゃ強ないこいつも。また見てなかったけど、脅威の新人ですからね。こっちは逸ノ城やから。勇者の里、追い込んだ追い込んだ。いけるよ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 。これはいける。引かれ、そんなに強くない、そんなに強くない。勝てるアイディア。投げたれ、投げたれ。光ってるよ。光ってる時に投げたら、体力を限界まで削って、よーし。さあ、ちょっと脱ぎますか。熱い熱い。さあ、さあ、上半身裸で、行くぞ。真冬ですよ、今。関脇来やがったな、この野郎。うわ、もう、マックスやん。体力が。ここはいなす。無理、無理無理。全然強えわ。ちょっと、土俵際に追い込んで。いつもの作戦。おら、金出せ、おら。金出せ、おら。おら、お前。おら、お前。ほら、金出せ、おら。服を脱いだことによってこれ連打力がアップしてます。俺ら金出せよ、俺ら。おい、聞いてんのか俺ら。俺ら聞いてんのか俺ら。お前聞いてんのか俺ら。お前舐めてんのか俺ら。あ、舐めてんのか俺ら。お前何見てんねん俺ら。お前何見てんねん俺ら。お前何見てんねん。おっしゃ金星やんこれ。大金星やん。
横綱来いや、道潮撃破、黒天竜めっちゃ強そう。もう次々と修羅場が襲いかかってくる。戦略は同じ戦略でいきたいと思います。こいつ突っ張りタイプか、やばいやばいやばい。突っ張りタイプには通用せんな。藤しようかな。意味わからん。どっちかにした方がよかったな。こんなやつ、名のないやつレベルでも吹っ飛ばせへんのか。くそ悔しいわ。まずい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 。こんな関脇に勝った男やぞ。おっさんのこの吐息だけが聞こえるこの突っ張り音をお送りしております。あー、ひよった、ちょっとひよったな。あー、きつい。このレベルですらも押せないのか。こんな、くそ、気を抜くな気を抜くな。うわー、きたきた、決まった。これ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 、決まった浴びせ倒し。よし、でもこれ横綱とかに絶対勝てへんやつともし戦うとしたらこれ有効かもしれん。よし、押せる押せる、いけ。あー強いな。いやでもいけるいける。うん、こらこら、よし、ちょっとずつ押し込んで。ちょっとずつ押し込んでる。よし、土俵際追い込んだ。パターン入った、パターン入った。よし、あー腕痛い、ほんま腕痛い、あかん、しんどい。来たヤクザ海。いやでもね、勝てるはず。こっちは関脇に勝った実力やから、ベストの試合をすれば勝てるはず。うわ、強、あかん、あかん、ほんま強いこいつ。実力はさっきの関脇以上やな、ヤクザ海。千秋楽、あ、来た。でも肥満児倒したら優勝じゃないこれ。優勝ではないのか。そうか、千秋楽なだけか。肥満児倒す、肥満児は倒す。決勝、優勝戦やったら優勝戦って出るか。勘違いしてた。絶対横綱とかが優勝してますもんね、どう考えても。わざと、わざとこれね、フェイクです、今。追い込まれてるようなふりをして、実は相手を追い込んでるんです。ここでこう
体を入れ替えて一気に押し込む。追い込まれてたのはお前の方なんだよ、この野郎。決めたい、決めたい心が、ああっしゃあ、もうしんどい、めっちゃしんどい。よし、11勝4敗。これで2枚目なったかな。ああ、2になった。よし。よし、じゃあ次の動画に移動しましょうか。ああ、ちょっと止められる。ああ、気持ち悪い、気持ち悪い。黒光り。さあ、移動します。